バカライブ TV をご覧の皆さん、こんばんは。こんばんは。ダーレーアラビアン役の新藤直美です。ゴドルフィンバルブ役の佐藤さとみです。バイアリータークやらせてもらってます、西上月です。ゲームウマ娘プリティダービー2周年おめでとうございます。私たちはですね、2月24日に追加されます新育成シナリオグランドマスターズ継ぐ者たちへの鍵となる三女神役として、今回ゲームウマ娘プリティダービーに登場させていただきます。はい、イエーイです。いやー、すごいコンテンツですよね。そんな中、まあ娘かどうか分かんないけどな立場で、それね、はい、この後説明するけど、うん、まあなんて言うんだろう、純粋には娘じゃないから、今までのウマ娘とちょっと毛色が違うんで、我々の演じるキャラクターについて、はい、これから少し紹介していこうかなと、ね、思います。みんなちょっとなんやねんこいつらと思ってると思うんで、まずはじゃあシンディから。はい、はい、私が演じるダーレアラビアンは勇敢という思考の AI が形成した存在ということで、まあ、ウマ娘たちそれぞれの個性を尊重したいと考えている、まあ、朗らかで賢明な賢いってことですね、キャラクターだということです。素晴らしい。そう、私あの学生の頃京都の淀競馬場でアルバイトをしてたんですよ。そうなんですか。でどんな勝ちっぷりをしてきたレジェンドが来るんだろうと思って、どの馬かな、どの馬かなと思って、まさかの始祖。もうこっから始まりましたよっていううちの始祖。そうなんだ、こっからみんなあの競走馬がもう血統がね続いてきたっていう、まあ、すごい伝説の存在ということを聞いて、まあちょっとほっとした、ほっとしたとか、あ、そうかと思ったんですけど、性別とかは気にしないで、フラットでっていう形で言っていただいたので、まあ、あの本当に安心してやらせていただきました。そんな感じです。はい、続いて佐藤さんどうですか。はい、私が演じるゴドルフィンバルブはですね、愛情という思考の AI が形成した存在でございまして、優しい、はい、全てを愛し見守り包み込むような優しさにあふれたこうお上品な先生のようなキャラクターでございます。ありがとうございます。大事だからもう一回がぴったりや。嬉しい、優しい、ありがとうございます。あの私の周りでもウマ娘さんをプレイしている方がすごく多くて、あ、こんなにたくさんの人が夢中になるコンテンツってどんなものなんだろうなと思って、実際にアフレコが終わってから私もゲームで遊び始めたんですけれども、あ、こうやって皆さん楽しんでるんだなっていうふうに、こう遊んでらっしゃる皆さんの気持ちをこう共有させていただいて、なんか出演する側としてもゲームを遊ぶ側としても、こんなにこう没入して楽しめるゲームっていいななんていうふうに思いながら日々過ごしております。はい、そんなこんなで、では続いて西馬さん、いかがでしたでしょうか。バイアリータークさんはですね、キリツという思考の AI が形成した存在で、もともとね、あの実際の大馬さんは軍馬だったということで、すごいよね、それをしっかり踏襲して軍人気質でかなりかっこいい、厳しい、ね、存在なんですけれども、もうそれって、あ、面白いねって、すごくだから斬新なところから切り込んでるなゲームだと思うので、これからもすごい期待してるところがあるわけなので、参加できたのがすごく嬉しいなと思っております。三女神の後押しを受けながらウマ娘を育成していく新シナリオ、皆さんぜひ楽しんでくださいね。楽しんでください、ということで、この後のパカライブ TV もまだまだ情報盛りだくさんですので、最後まで楽しんでご覧ください。はい、それでは、はい、2周年おめでとうございます。おめでとうございます。